僕が最初にこの SF 小説と出会ったのは中学生の時だった。先輩めっちゃ本持ってますね。SF とか好きなんですか？まあ、好きかな。これって面白いですか？まあ、まあ、かな。ちょっと一回読んでみたいんで、借りていいですか？いいよ。じゃあ、これ、一冊借りて帰ります。朝日クラクチョの SF 小説「宇宙の果てのケルン」シリーズは、宇宙冒険家ダンズシモが人類史上最も遠い場所に到達するために宇宙の果てを目指す冒険を描いた物語。ダンが行く先々の星で出会う未知の生物や現象の描写に胸躍り、ダンを襲う行く度の危機に手に汗握った。作者の朝日クラクが描き出すスケールの大きな世界観に、中学生の僕は一発でやられてしまった。あ、先輩、この本面白かったんで続き借りてもいいですか？あ、今まあ言うてたけどむっちゃおもろかったっすよ。え、嘘。あ、これ3冊もいいですか？え、いいけど。あ、じゃあ借りてあります。先輩、やっぱ天野さん札ともおもろかったっすわ。続きないんすか？続きないよ。ね、なんでないんすか？いや、え、買ってないもん。なんで？めっちゃおもろじゃないですか。面白かった？はい、めっちゃおもろいっすよ。面白かった？はい。マジっすか？いや、先輩絶対続き買ってると思ってたから。いや、買ってないよ。マジっすか？面白くなかったもん。いや、そんなことないっしょ。いや、全然面白くなかったもん。ひひひ、面白かったん？いや、僕大好きですけどね、そのテイストの。あ、ほんま？はい。ちょっと分からへんかったな。マジっすか。いや、絶対先輩持ってると思ったんですけどね。これ全然面白くなかったけどな。マジっすか。全然面白くなかったけどな。ちょっと、そうですか。じゃあ、ちょっと自分で本屋探してみますわ。そうし。すいません、ありがとうございました。いや、ほんまに面白かった。いや、面白かったっすよ。もう一回ちょっと読み直してみてください。大丈夫？すいません、これ。はい、ありがとうございます。はい、このシリーズってそこにあった以外ってもうないですかね？これはこれだけっすね。マジっすか？なんかそのシリーズ他で見たりとか入ってきたりとかってないですか？これはちょっとわかんないっすけど、ね、マジっすか？はい、300円っす。なんか、はい、
200円です。また何か見かけたら教えてもらっていいですか。あ、はい。それって人気あるんですか。あ、いや別に人気あるとかっていうわけじゃないんですけど、ああ結構40年くらい続いてるシリーズで、30何冊出てるんですけどね、うん、なかなか絶版とかで手に入らなくて、うん、レア本なんですね。いやでももう100円とかそのくらいで買えるんで、うん、じゃあブックオフとかにあるんちゃいます。それがね見たことないんすよね、うん、なかなか見かけないんすよ、うん、レジいいっすか。ああすいませんごめん、はい、僕がこのシリーズにリアルタイムで追いついたのはこの1984年出版の冷凍都市からだ。もうこの時点で近所の本屋には並んでおらず、わざわざ注文して取り寄せてもらった。その後のシリーズもますます手に入りづらくなっていった。特にここ最近の3冊は著者による自費出版という形で出版された。自費出版といってもこの通り粗末なコピー本である。僕はインターネットの掲示板でその存在を知って、知り合いのファンの人から何とか譲ってもらった。そうそう、だから新刊としては10年ぶりとかでしょ。ほんまですか。うん、なんか知り合いの知り合いの知り合いくらいの編集者が言ってたらしいんだけど。いやでもまた自費出版ですよね。今時さ電子出版とか、まあ、ネットとかいくらでも対応の仕方あるだろうにさ、どうも朝日先生って相当高齢らしくってその辺追いついてないんじゃないかなって。でも前のやつってどうやって手に入れたんですか。前のはそう、前のは最後の単行本が出た時に出版社宛にファンレター出したのよ。そしたら先生ご自身から丁寧に返信があって、夜の入れ墨出る時に案内来たのよ。え、先生が直接ですか。そう直接。あ、っていうかさ、自費出版本の最後に連絡先書いてなかった。君んちからそう遠くない場所だったと思うけど。え、マジっすか。うん。私ももともと先生の大ファンでした。で、それが高じて小さな出版社の編集者になったんですが、でもその頃にはもうケルンシリーズの刊行は途絶えてました。でも私なんとか続きを出したいと思って、なんとかつてを頼って先生に原稿を依頼したんです。当時出版業界では先生は断筆しておられるともっぱらの噂でしたが。あ、その噂は僕も聞いたことあります。でダメ元だったんですが、先生は快諾してくださいました。というか驚いたことに、先生は誰の依頼がなくても書き続けられてたんです。これがそうやったんですね。でも私の力不足でほとんど売れなくて、その続きは出ませんでした。でも先生は書き続けられたんです。断筆どころか。ええ、まさにライフワークですよね。私はなんとか世の中に出さなきゃと思って自費出版という形で発表したんです。それが先生の唯一の意思でしたから。意思っていうと。先生が紡ぎ続けるケルンシリーズを世に発表し続けるという。
それが朝日先生の意思。これが朝日先生。はい。私が出会った頃は先生はもう余命いくばくもない時期でした。四季を悟った先生はご自分の頭脳を電子化してこのコンピューターに移植したんです。これがこれコンピューターなんですか。これも先生の死後ここから出力されたものです。じゃあ新刊も。そうなんですがちょっと最近壊れてしまったみたいで。じゃあもう。でもあの頭脳部分は大丈夫なんです。その出力部分がどうも壊れたみたいでお恥ずかしいんですが私機械音痴だもんでね。あの物が物なんで電気屋さんを呼ぶっていうのもねえ、どうしたらいいのかなって思ってて困ってたんですよね。おじゃあちょっと僕見てみましょうか。ありがとうございます。お茶汲んできますね。すいません、ありがとうございます。結局それ以来彼女は帰ってこなかった。どうやら朝日苦楽の意思を引き継ぐという重責に耐えられなかったのだろう。であるならば僕がこいつを修理してシリーズの続きを発表し続けるしかない。